大塚薫オ九9月20日から1999年8月4日は日本の実業家大塚製薬大塚製薬工場元会長1925年9月20日に大塚竹三郎の次男として生まれる1947年に法政大学経済学部を卒業し大塚製薬工場に入社する1964年に 大塚製薬専務取締役、1987年に代表取締役会長、1998年に会長兼社長、1999年1月に会長に就任する、1999年8月4日に死去、74歳。国際存多26地区ガバナーの真部陽子は、長女で、香川日産自動車社長の真部康彦は娘婿。 高松琴平電鉄社長の真部康生は孫。薬事功労により1981年に、徳島県知事表彰、1985年に、厚生大臣表彰、1990年に、乱受報彰を受賞する。2001年、製薬業関連分野、スポーツ分野でふるさとに貢献したいとの意思に基づいて、大塚香る満記念財団設立され、 徳島県内に在住する医学、私学、薬学を専攻する有能な学生、大学院生、徳島県内の優秀なスポーツ選手に対して援助等を行っている。ありがとうございます。